もうすぐ上がるかなと思うので待っててください。あのここね全然暑くない。よしできた。混んでんのかな今。混んでる？もしかして電波が悪いって言われちゃった。めっちゃ電波悪かった今。うちの携帯がおかしくなっちゃった。ごめんなさいね。今日はねアイス食べようと思って、そうたまたま家にアイスがあったので今日アイスを食べたいと思います。画面のもやっとはちょっと気にしないでください。ごめんなさい。すごい花火いっぱい。お昼のアイス我慢したの？してないんだよこれしてないの。アイスありがとうございます。もし今アイス冷凍庫に入ってたら一緒に食べましょう。さすがにさ、あの何1日2個アイス食べるのってやばいじゃん結構。だからね私の好きなちょっと体にいいよみたいなアイスアイス体に良くないんだけど。あちなみに今日は昨日のサーティワンが嬉しかったのでファンの方にいただいたサーティワンの T シャツを着てます。金魚ありがとうございます。最近アイス食べちゃったけどもう1個食べようか。食べましょう食べましょう。今日はねこれ私の好きなアイスなのこれ。じゃん。あすごいね。そう素直のアイスなんですけど、ありがとうありがとうございます。これ好きでこのアイス、あ、ありがとうございます。体にも割といいのかな。私1個食べてるからね今日だからこれにしてるんだけど、そう1個食べちゃったからさ、そう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 、まあ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 何も言わないでください。アイスがあった方がショールームもね100倍楽しくなるかなって。ハートありがとうございます。皆さんあったら食べましょう一緒に。そうそうそう、なんか多分、まあ、もちろんこれからまだ家にいる期間が増えそうなのでね、いろんなアイスを堪能したいと思いますこれは食べたことあるんです、こういうアイスなんて。溶けちゃうからさ早く食べなきゃ。あ、いい匂い。ここでも香ってくる。どうもありがとうございます。食べちゃうよ。抹茶、これは薬局で買ったかな。あんまりコンビニに売ってるイメージはないです。うん、ちょっと溶けてる暑いもん今日。今日めっちゃ暑い。ここ涼しくして温度下げよう。暑いから。ハートありがとうございます。
お高いの、ちょっと高いかもこれ。ちょっと普通のよりは高いかもしれない。セブンの新作のお芋のエース買ったの羨ましい。今日ね買いに来たかったんだけど、セブン行かなかったから、行かないっていうか行けないから食べれないかった。ちょっと誰かに買ってきてもらおう。そう、抹茶の方が好き私は。もう一個ね、あのチョコバニラみたいなの持ってるんだけど、抹茶の方が好きです。あ、そうだ、ローソンなら売ってるかもしれない。ローソンは売ってるらしい。ファミマとセブンは売ってないって前調べた時書いてあったかも。スプーン持ってこればよかった。これあ、そっか、今日は新曲のフラゲ日。そうですね、皆さん取りに行ったかな。スプーン欲しい。ちょっとローソン行ってきます出るかな。あ、いっぱい叩いた。ダンボール一箱、さすが。そっか、遠くからの件も届いたってことかな。うん、おっきい。やばい、ちょっと待って、溶けてきちゃいそう。スプーン欲しいな。スプーン欲しいな。ちょっとスプーン持ってくる食べにくいこれ。ちょっと待っててください、取りに行きます。戻ってきました。待って、みんな早くない？買うの買ってきたよって早っ。前ファンの方にいただいたアイスのスプーンを持ってきました。ちょっと溶けちゃってるんですよ周りが。こっちの方が食べやすい。あ、ミニ仕上がってますか。で、後で見に行ってくださいやばい、なんか目が痛い。アイス飛んできたかな、目に。みんなローソンに行ってたのかな。ハーゲンダッツのストロベリーいいな。ハーゲンダッツ最近食べてないです。
事前にねみんなに言えればよかった。ごめんね、あの本当にさっき買ってきてもらったっていうか、たまたまあのたまたま買ってきてもらったやつだから、そう本当にさっきそう、MV のメイキング、うわ見てないな、見たい。ジジセさんの会議のキャパシティめっちゃ見たい。あれ年末公演で一回やったんですよね。そう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 、でもそれ知らない方も多分いっぱいいらっしゃると思うんですけど、そう、それでやってすっごい楽しくて、もともと好きな曲だったからもう一回やりたいなって思いますね、公演で。抹茶アイスです。水風さんありがとうございます。初めてトーク会の券ゲットしました、嬉しい。これアイス用、ファンの方にいただいたやつ、なんかファンの方にいただいたアイス用のスプーンが3つあるんですよ、これ含めて全部交互に使ってるなるべく洗ってあったら使ってる。こんばんは、そうそうそう、前新幹線のスプーンもらったんですよ、あとこれと新幹線で売ってるやつ。それで食べるのが好き、そういうスプーンで食べる方が美味しいなって思った。ファンの方にいただいてからそのスプーン使うようになったんですけど、なんか美味しく感じます。美味しいアイス、なんか本当私もアイス3食でいいぐらいなんですけど、抹茶食べたくなっちゃうよね。なんかさ周りが溶けてきたからさ、すごい変な食べ方してる、わかる？こいつ食べて普通は上から食べるんだけどさ、周りが先に溶けちゃって、ちょっとね部屋の中に置いといちゃったから、あ、冷蔵庫開けたらパルムが、食べましょうみんなを太らしちゃう。そう、喋ってるうちにも溶けちゃうの、まただから周りから攻めていく。50カウントありがとうございます。黙々と食べるのはちょっと食べたいけど話したいし、30分の間にアイス2個はやばい私も食べていいよって言って食べれちゃうか。普通こういうアイスって上から食べていくよね絶対。こんばんは、いい感じに花火が上がってますね。
夏祭り気分。今日で8月終わりだ。分かってたけど忘れてたかも。待って9月入るのやばすぎる9月入るのやばいな。9月か。2学期の始まりって感じ。もうないけど私にはそういうのは。こんばんは。8月過ぎるの早かった。待って8月ついてめっちゃ早いね。待って待って待って、めっちゃ早いわ8月過ぎるの。8月2日に公演アンダー出させてもらったからめっちゃ早い。どうしよう。食レポお願いします。冷たくて甘くて美味しいなんで短いんだろうね。あ、待って、めっちゃ短いな、8月。びっくりしちゃった、今。あ、なんかさ、エスプーマ？かき氷みたいなさ。食べてみたいんだよね。食べたことない？元気だよ。私もあと4ヶ月。そっか。あーそっか、皆さんも8月あんまりオタクできてなかったですよね。なかなか。こんばんは。明日はね、新曲の発売みんな一緒に盛り上げましょう。こんにちは、ゼータ、こんばんは。明日はまだ決めてないですね。わかんない。
昨日サイン会のサイン忘れなくしたけど今日は届かなかった。明日かな、明日にはきっと届いてるはず。水風船ありがとうございます。あ、まだ来てない方もういる、いるね。食べるスピード速くなってる？もらったら昨日のアイスはもらえたらなるべく早く配信しますね。いつになるかはちょっと分かんないけど。うん、地引き。私の生写真出た方いる？そう、この種類結構あるんだけど、これが一番好きなの。抹茶、抹茶味が一番好き。ぜひ皆さんね、生写真出ますように。水風船ありがとうございます。山ちゃんの服のやつだよね多分。すごい、もう冷たさがねここまで来てるの持つとこまで冷たくなってる。これ31って見えないんだよね、カメラが近いから。あ、お休みなんだ。そうなんだ。テイクアウトとかできたらいいんだけどね、それもやってないのかな。神社気をつけてください。そうそう、手の熱で溶ける系のやつです。ファンの方にいただいた100円ローソンのピスタチオのアイスに余ってます。100円ローソンのピスタチオのアイス、なんだろう。100円ローソンあんまり行かないかも。毎日ワンワン行ってます。ね、サーティワン今スヌーピーらしいですね。行きたい、行きたいけど、あの昨日のやつが来るまで我慢ですね。
うん、近所で山ちゃん遠慮してるからテイクアウトした。いいですね、お家で手羽先、いいな。うん、もう減ってきまして、あんまり見せるとあれなんか、終わっちゃうかな、9月30日まで終わりそうだったら駆け込む。お風呂でアイス食べる、あー食べたことないな、お風呂でみかんしか、あとお風呂上がりにアイスもしたことないんですよ。うん、なんか習慣でしたことない。もちろん配信しますよ、すぐに、アイスが届いたらすぐに配信します。いや、みんな食べるんだお風呂上がりに、やっぱりよく聞いたことあるけどやったことないんだよね。楽しそう。こんばんは。たお風呂入んのが遅いってのもあるんですよね、私めちゃめちゃ遅いかな、それもある。お風呂入れたらもうすごい時間になってる時とかあるので、それですね。私一人でアイス食べるの好きですよ。今日もお昼のアイスは一人で黙々と頭の中でなんだろうな、考えながら食べてる。なんかでも一人全然好きだから、まあ、感想を語り合うのも好きなんだけど、一人で独り言はあんま言わないけど食べるの好き。私ね、ご飯食べるときあんまり喋らないてか、黙々と黙々と味わって食べたい人なんですよ。そうだから割と静か。今日アイス2個目です。自慢のように言っちゃう。2個目、
花火ありがとうございます。皆さん、あの無料でねもらえるので、なんかあの、あ、なんかあったと思ったら、あのあげてくださると嬉しいです。あのここに打ち上がるので、それが綺麗なので。あ、まあったら、手持ちにあったら。一日何個までなら許せる。2個ぐらいしか食べたことないから。でも何個でも食べていいよって言われたら結構食べれちゃう。あとはコーンを食べます。中は汚いね。花火のフィナーレとかあるの？え、ミルクレア美味しいよね。それな。コーンって ASMR もしないです。あ、苦手。そうなんだ。最後に花火ドバーってあげる。そうなんだ。ピノ100個チャレンジできるかな。できるのかな、ピノ100個チャレンジって。これはサクッて音がする系のコーンじゃないです。ピノ100個っていけるのかな。え、ピノのあのアーモンドのやつ好きなんですよね。ひきみ大福何個食べれそう。え、お餅だからね、あれお腹たまりそうじゃない。え、いけるかな。あー、秋が来るのか。なるほどね。そう、やりたいんだけど代償がすごいじゃん多分。その後の、うん、だからちょっと、難しいかな。あ、2人ならいけるかもね、誰かと一緒にとか。
そうそうそう、健康的じゃないんだよね多分後々体にも来ちゃうから。そう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 、やりたいんだけどね、やりたい気持ちは山々なんだけど、怖いよね。ね、いつか誰かとメンバーとやるのも楽しそうですね。企画であれば嬉しい。あ、うん。300残っちゃったから全部打ち上げるよ。嬉しい。ぜひ皆さん残ってたら打ち上げちゃってください。多分消えちゃうのかな、今日までで。それも、あ、いっぱい打ち上がってる。実はもうこれラストです。口の中入ってるので終わり。終わり。40分ぐらい？美味しかった。ありがとうございます皆さん。一緒に食べてたかな。美味しかったです。じゃあお片付けしますね。本当に好きなんですよねこのシリーズ。また買ってこよう。明日買ってきてもらう。タカありがとうございます。可愛いもありがとうございます。配信終わってまた食べてもいい。もうないですね。1日100個もらえるみたいだよ。限定うちなので食べてないです。これめちゃめちゃ電波悪い。びっくりした、急に固まってアプリが落ちましたレインボースターありがとうございます。混んでるのかな。でも今日調子悪いんですよね携帯。なんか今日お昼にちょっとなんか Wi-Fi を接続してやりたいことあったんですけど、それもできなくて。でも携帯ね、更新したはずないよね、この前。まだ更新あったかな？リンボスターありがとうございます。
まあ、よくあることですね。あ、嬉しい。あんな見れたのが夏の思い出です。嬉しい。でも公園にね見れたので私は夏は満足です。はい、S公園も E公園も出れて、こんばんは。嬉しい。元気継続に、本当ですか。嬉しい。去年今年と夏が短く、確かに確かにそれはめっちゃ思うかも。ヤタンからメール来たんですね。よかったよかった。そう、昨日ねおやすみメール送れなかったんですね。来年の夏はどうなってるんでしょうかね。下から9月ですよ。でも秋も好きです。私はなんかちょうどこう薄着でも暑くもない寒くもないみたいな日がめちゃめちゃ好きです。だからまだ9月前半は暑そうだから、9月後半とか10月前半とかになったらいい感じの季節になるのかなって思います。レモンさんありがとうございます。またじゃあアイス食べますね。また皆さんと。レモンさんありがとうございます。そう、花粉もないの。そうなんだよね、春だとね花粉があるから。あ、でも秋でもある方はいると思うんですけど、違う今から食べるって。また今度ってことね。
ハートありがとうございます。そうなんだよね、焼き芋ってさ一日違う一年中売ってるからさね。まあでも焼き芋のを使った商品は秋にしか発売しないかな。それはちょっと楽しみですね。焼き芋ってよりかは焼き芋を使ったものが楽しみかな。柿の季節だ、本当だ。私の大好きな大好きな大好きな柿の季節。ああ昔はなかったんだ。そっかそっか、焼き芋ブームですかね。焼き芋の支持率が上がってるんですかね。干し柿は苦手なんですよ。そう、干し柿は食べれないんですよ。好きな方多いですからね、焼き芋とか。うん、健康面的にも考えて好きな方いらっしゃると。そう、今週ねジュラシックパークやるみたいです。金曜ロードショー、今日は火曜日。そうだ、コンビニのレジ横の肉まん、あんま食べないな。こうホットスナック系あんま食べないんですけど、ピザマンです。田辺さん食べてたんですか。いいな、私も早く買いに行きたい。つまみの炊き込みご飯したことないな。あ、柿の葉寿司ってな、一回食べたことあるかな。なんか可愛いですよね、柿の葉寿司って可愛いっていうのか分かんないけど、なんか可愛い。田辺さんって呼んでる、ずっと田辺さん写真撮ってくださいって言ってる。こんばんは。
こんばんは。でもこのなんていうんですか、あれで慣れちゃったから。静香さんって呼ぶと思う。ファンの人に静香さんって言われたことあるかな。静香さんってあんまり呼ばれないか。静香さんって言われた経験あんまないか。ご自販売はまだ始まってない、てかあるのかな、わかんないじゃん。そうそう、石津さんはね、いっぱいそう石津さんって言ってくださる方はいるんですけど、でも自分のニックネームめちゃめちゃ迷っちゃう。そう、先輩とかめっちゃなんて呼んだらいいって聞いてくださるんですよ。いつも悩んじゃうの。どうしよう、なんて言おうかなと思って。でもね、聞こえなくなっちゃうから大変だよ。素直の T シャツなんてあるの？こんばんは。ボイトレ通うかな。私ね、歌はね、大きい声出さないと逆に歌えない人なんですよ。そうなの。公演でもそうだけど、歌は本当に大きい声を出さないと音程が取れない人なんですね。なんかそういうタイプとかいろいろあるんですけど、なんかこう普通に普通の声で立って音程取れる人もいるんですよ。でも大きい声出さないと音程取れないっていう人もいて、私はそっちのタイプなんですよ。そう、そう、そうなの。私も同じ。歌うときは本当に大きい声なの。そう。そう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 。うん。多分ね、大きさ、音の大きさはさ、その向こうの方が調節してくれる。けど、そう、生だから全部さ、入っちゃうから。
あ、確かに口乾かないかも。ごめんなさい、アイスさんも食べちゃいました。多分聞かれてますよね、受付の方と。受付じゃないか、この券を受け取ってくださる方と、秒数測ってくださってる方。5000人いった。ないですね、ないし、もう一日に3つ食べたらもう大変なことになっちゃう。食べたい気持ちは山々なんですけど、ね、健康面を考えると待って声が喋り続けるとこうなります。大丈夫です、あの心配しないでください、あのよくあることなので。前もなった気がする。お水ない。アイス持ってくるのに必死でお水のこと考えてなかった。ほら戻った。そうなんですよ、もう食べちゃいました。なんです、あったかいほうじ茶いいね、いいねいいね。いや、あえてこのテロップでいきましょう。でもまあ配信して1時間以上経ってるんで多分分かってますよね皆さん。ギフト券だったの、バイスケツアイス。いやーどうしようね。どうしようね。なんかみんな普通にさレギュラーカップとか買ってるのに私だけバスケ使ってたらやばいよね。周りが何を何を買ってるかによるかな。アナちゃんみたいにママ水持ってきてで叫んだ。かわいい。今起きた、今起きた、昼夜逆転ですか。あー私も赤福氷食べたかったな。食べて誰かが食べてる目の前を通ったことあるけど食べたことはない。こんばんは。一回様子見します。それはいい。
私もそうかな、アイスケーキかな多分。あ、大きいやつなら多分バケツかな。もうここ行くとコメント見えないここ行くとね、あの見えないです、何も。ハートが、ハートもハートか分かんない、ハートか誰もか分かんなかったぐらい、ここまで来ないと見えない。ハートありがとうございます。危ない、気をつけて。こんばんは、ハートありがとうございます。ね、次はいつですかね、わからないけど、まあ、なるべくショールームをはやろうかなって思ってるので、皆さん暇だったら見に来てください。皆さんもね、体調は気をつけてくださいね。家にいてもさ、なんて言うんですか、本当に今の時代ね、 YouTube とか見たら楽しく過ごせる。テレビもあるし、アイスもあるし、今日は知ってますよ、火曜日。今日は知ってるの、ちゃんとカレンダーが頭ん中に入って今は。あー、わかる、わかるよ。なんか一日無駄にしちゃったかなとかめっちゃ思うけど、でもね、正しいことを知ってるから、うん、まあそりゃさ、旅行とかさね、した方が一日さめっちゃ充実するじゃん。
うわ今日もめっちゃ充実したなみたいな、今日一日遊んで充実したってなるけどさ、でもね、うちもめっちゃ思う。そう家に行ってさ、そうゴロゴロしてさ、本当にゴロゴロしかしてないのね。本当に今日もさ、今日の予定聞きますか？お昼に起きるじゃないですか。で、まあいろいろって言っても、まあゴロゴロしてアイス食べてゴロゴロして、で夕方くらい眠くなって寝て起きて、あブログ書かなきゃってなってブログ書いて、ブログ書いて、あと待ち受けることやって部屋片付けなきゃ、あちょっとでもめんどくさいなってなって、で携帯触って YouTube ちょっと見てご飯食べて、あショールームやろう、あアイス食べようってなって今です。はいでも基本なんだろうな、本当にゴロゴロして、まあ、罪悪感というかもあるんですけど、結構ショールームやったら充実するところはありますね。割とショールーム2時間やってなんか2時間やってこうなんですか、皆さんとお話できたし今日完璧みたいな思ってる。あ、私も16時ぐらいから出ましたそう、なんかねこうさ、めっちゃ理想だったらさ家でちゃんと筋トレしますとか、筋トレしてたまにするけど、私も筋トレなんて無縁の人生だったので、まあやろうと思ってもそう簡単にはできないわけです。三日坊主とかねそう、まあまあそれでもねお家にいたから偉いでしょっていう精神で生きてます。ね、なんかそういうのできたら完璧なんだけどね、なんか。自分でもね、思うんだけど。そう簡単にはいかないんだよ。もうストレッチはね、本当にもう習慣化してるっていうか、もうしないと硬くなっちゃうっていう恐怖が勝って、それはちゃんと毎日やってるんですけど、そうそう硬くなりたくないから。すごい続いてるのはすごい、続いたらすごいって思うくらいがいいです。一日できたらすごいなぁと。三重の階段上り下りなるほどね、
こんばんは。頭では分かってるのに体が動こうとし、あ、分かる。横になっちゃうんだよね。ストレッチは大丈夫なの。ストレッチは自分も好きだし気持ちいいから。そうそうそう、体がさ硬いとやっぱ動きづらいとかあるから、それは好きですね。でも気合入ってる時は結構続くんですけど、なんかすぐそういうのやめちゃう体質なので飽き性だから全然続かないんですよね。まあそれも自分かなって思ってます。まあいっかって。初見です。みつきさんって呼ぶの。みつですね。つにてんてんです。ランニングや散歩、なんかすっごい関係あるかわかんないんだけどね、今までこう中学生の頃にこうちょっと何外を走ろうみたいになった時が2回ぐらいあったんですけど、どっちもね話したかもしれないんだけどね、こう2回とも走った次の日ぐらいに風邪ひいたの。もうそれから走るの怖くて怖くて、多分私走るとね、なんだろうね、免疫なくなっちゃうんかな。本当に2回とも見事に風邪ひいて、そう、そうなの。だから怖いんですよね。そうそう、今でもめっちゃ覚えてる。なんか中学生からさ、ちょっと何、なんだろう、こう走って運動しようみたいな、ちょっと運動しなきゃなとか思ってくるじゃないですか。でなんか家、なんだろう、家の近くを1キロぐらいかな、持久走ぐらい走ったんですけど、本当に次の日に風邪ひくんですよ。体調悪くなるの。ガチガチ、これガチガチガチ、びっくり。だから怖いんだよね私ランニングが本当に。いやちょっと今試すのはちょっとやばいからやんないけど、散歩ならね全然なんともないんですけど、ランニング恐怖症そう、あと個人的にもランニング好きじゃないので、はい、走ることあんまり好きじゃないから、だったら家でダンスするかなっていう感じ。ダンスの方が好きです、圧倒的に。犬は走ってくれないですね。意外と走んないんですよ。私んちだけかな。
自転車は持ってないです。はい、もう何年も乗ってない。一輪車は乗れないな、多分乗れないですね。でも自転車もまあまあ怖いですよね。だってもうちゃんとした自動車みたいなものだし、怖いなって思います。なんか一回ね、なんだっけな、普通になんか電柱にそのままぶつかったことあって、うん、怖いんですよね。あとまだ乗りたての頃とか練習みたいな感じで、なんか柵みたいなのにぶつかったこと、結構痛いよね。今でも覚えてる。でも何にもなかった、無傷だった。そう、怪我はあんましないんですよ私。そう、骨折もしたこと、なんか擦り傷とかはいっぱいあるんですけど、骨折とかなんか打ったとかあんまりなくて、そこは嬉しい嬉しい嬉しいというかありがたいですね。自転車でこけて歯を折りました。私は滑り台を客から登って歯を折りました。そうだから、公共交通機関使うかなって感じ。そう、あんま自転車は怖いな。めっちゃトラウマがあるっていうわけでもないんだけど、ローラースケート、なんかローラースケートの靴は持ってた。こんばんは。あのさ、あれってなんだっけ、このあ、なんだっけな、こう乗ったままこう動くやつ、それってなんて言いますっけ。あの、もうこのまま自分がもうまっすぐ立ったままこうやって動くやつ、セグウェイ、それがセグウェイかな。めっちゃ乗ってみたいんだよねセグウェイ。あれって免許とかありますか。あえて誰でも乗れるのかな。もうその乗れる場所がさ限られてるよねあれ。だからまあでもそうか、ローラースケートとかもねあんまりダメだもんね、あんまり道とかって。動物園で乗れるの？
セグウェイは竹馬乗れないと無理。あ、じゃあ無理じゃんじゃあ無理やん、絶対無理じゃん。私竹馬乗れないし、あんまバランス力ないから無理ですね。これ乗れ、お金払ってもさ、乗るために乗れずに終了しちゃいそうダメじゃんハワイで乗れるよ、おしゃれ。ハワイで乗れるんだ。スケートも無理です、私スケートもできない。もうな、そういう系のスポーツ、スポーツ、竹馬もスポーツなのか、できないんですよね。竹馬は無理だな。バランス取るのが大変なんだね、あれは多分。だから竹馬とか乗れないと難しいのか。こんばんは。ローラー埋め込まれた靴は持ってましたよ、私。バランスボールは分かんないな、乗ったことないか。子供の頃流行ってた遊び、なんだろうな、うん、公園で遊ぶ遊び。なんだ。ノーラーシスの投稿はダメだよ、ダメダメダメ。私はもう本当に家の周りちょろっとしか使ってなかった。あー DS か、確かに DS やってた。あの新しいさ、ポケモンのやつ出るんですよ、次スイッチの、あのパール、ダイヤモンドパールの新しいやつ、もうめっちゃやりたくて、あのでも家にスイッチ1個しかないんですよ、お姉ちゃんのやつが。だからちょっと自分の買おうかな、やんで、もうめっちゃやりたくて、もうダイヤモンドパールが本当に好きだったんですよ。皆さん知ってますか、ダイヤモンドパール。そう、リメイクみたいなやつ。もうあれでさ、予告みたいな動画見た時さ、もう感動したもんね感動しちゃったもんね。あ、ペンキ塗るゲームはもう飽きましたもう終わっちゃった、ブーム、やってない最近。まあ、ちょっとあれってのはあ、ちょっと公演が挟んでたから
やる暇がなかったってのもあった。そう、ダイヤモンドパールが私一番好きだったかもしれない。わかんないけど、全部持ってたけど DS のポケモンは。初代がそれかな、私の。逆にそれが私一番初めかも。ダイヤモンドとパールっていう、こう2つがあるんですよ、ね、あの知らない方もいるかもしれないから。こうダイヤモンドのカセットとパールのカセットがあって、でも大体2種類あって、私とお姉ちゃんって被らないんですよ、こうどっちにするかっていうのが。私どっちだったと思いますか？ダイヤモンドっていう名前のカセットのほか、パールっていう名前のカセットか、どっちを買ったと思いますか？そう、ポケモンのそういうゲームなんですけど、こうダイヤモンドは青系の、前はね、前のそのパッケージは青系のなんかね、恐竜みたいな恐竜なのかながいて、パールは紫の恐竜みたいな怪物みたいなのがいるんですけど、どっちだと思いますか？イメージで言ったらダイヤモンドが青でパールが紫なんですよ。どっちだと思いますか？まあ、色で決めてもいいんですけど。正解はパールです。パール派でした。お姉ちゃんがダイヤモンド。あと何があったっけな、そういう二択。そう、パール買ってたから、今回も買うならパール買いたい。でもね、最初に設定したポケモン覚えてないんですよね。そう、最初にポケモン設定できて3匹の中から選べるんですけど覚えてない。ハートゴールドとソウルシルバー、うわーうわ、覚えてないな。ちょっと待って待って、パッケージをね思い出してない。あー、ちょっと待って、うわー、わかんないな、それは思い出せないな。思い出したい。なんで思い出せないんだろう。あ、ブラックホワイトはホワイトだった記憶がある。違ったな、違うかもしれない、ホワイトだった気がする。あ、ちょっと何のことだろうと思ったら調べてみてください。すぐ出てくるか。毎回こう2種類でね出てるんですよ。あ、そうなんだ。リメイク、あ、そうなんだ。
の場所とか行った、なんだっけ謎の場所さ、まあ、ゲーム内容まではさすがに記憶から飛んでる。欲しいな、本当に欲しいけど、欲しいけどスイッチも買うってなったら高いかな、結構どうしようかな。こうカセットだけだったらいいんですけど、まだ本体も買うってなったらちょっと高いな。それ飽きた時が困るんですよね飽き性だからクリアし、なんだろう、まあ、クリアもないけど、あんまりポケモンって迷いますね。わー、映画館でポケモンもらいに行ったな、懐かしい。なんか映画館で映画見たらポケモンがもらえたんですよね、その映画で。ですよね、確か。なんかその場でさ DS 出すんだっけ、その場でもらえるんだよね、確か。欲しいなぁ。ポケモンパンも懐かしいね。ポケモンパンも懐かしい。あとね、今一個思い出したのは、こうセブンイレブンにあのスタンプが設置してあって、ポケモンのね、それを何個か貯めたら何がもらえたのか忘れちゃったんだけど、なんかがもらえるよみたいなやつがあって、毎年夏かな、もうお母さんにもうどっか行くたびにセブンイレブン見つけたらあのちょっと寄ってもらって、めっちゃスタンプ集めてた。もう懐かしい。ほらエモいよね、世代の方は分かるかもしれないけど。そうなんですよ、こう店舗によってキャラクターが違くて、なんかそう集めて、集めるってのが本当にその時めっちゃやってた。これも多分調べたら出てくると思う。そういうのがあったんですよ、私の本当ちっちゃい頃。今はもうやってないよね、多分見てないもん。子供とセブン巡りしました。あー、そっか、なるほどね、確かに。私も巡らせてもらってた方だ。あースタンプラリーでもありますよね、たまに名古屋駅とか。懐かしいびっくりしたよ、懐かしくなっちゃった。
パンは今でもありますよね。最近は全く食べてないけど、ポケモンパンって美味しいですよね。本当だ。うん、11時ですね。おやすみメール。ごめんなさい。明日は送りますね。明日はおやすみメール送れるようにします。昨日も忘れちゃったから今日も忘れちゃった。じゃあね、15分になったら終わろうかな。だからあと15分やります。3通お休みメールはやばい。優しい、みんな。夏休み明けの学校って本当にさ、行くまで大変だよね。行ったらもう慣れちゃうけどさ、行くまでめっちゃ大変。こんばんは。でも私はもう夏休みないからさ、これから先もう学生じゃないから、皆さんこの中にもそういう方多いと思うけどね、夏休みないからさ、明日からの学校が多いのかな。どうなんだろう。中途半端かな、水曜日から始めるって。でも5月1日から始まってた印象かも今まで。明日からか。あ、大学生はどうなんだろうね、ちょっと違うのかな。あ、大学生は9月まで、9月いっぱい。あ、そうなんだ。まあ大学によりますよね。でも多分、まあ、リモートっていうところもあるのかな。大学生なんか春休みが一番長いイメージ。大学生ってなんか聞いたことある気がする。あ、専門、SK 受かんなかったら多分美容系のところに行こうとしてましたね。美容系、なんかメイクとか、メイク、ファッション、ファッションよりメイクとかだったかな希望は。うん、普通の大学も考えたんですけど、うん、専門行
こうかなって思ってました。でもそこに行って将来何をしたいかって言われたらまだ決めてなかったんですよね。とりあえず行って決めようみたいな。この職業、将来のなりたい職業は、職業までは決めてなかったんですね。今もあんまり分かってないけど。そうだからヘアメイクさんになりたかったのかって言われたら分かんないんですね。うん、とりあえず好きなことをやってみようみたいな。その進路決め、仮みたいな、そう、仮進路みたいな、そうそうそう、まあ、とりあえずなんか言っとかなきゃなみたいな。そう、自分の中ではまだオーディションあるから、そう、このオーディション終わってから考えさせてくれって思ってたけど、ね、なんか書かなきゃいけないみたいな時があって、書けないじゃん、オーディションの結果終わってからにしてくださいって書けないかな。え、なんかとりあえず書いてた。うん、いや、言ってなかったですね、先生には。誰にも言ってなかった。でも言ったら何も言ってなくて、で受かったことも言ってなくて、そのまま学校行ったらヤフーニュース見て知ってた向こうがそう、入った瞬間、もう職員さん入った瞬間見たよって言われて、早っと思ってそう、ヤフーニュースで知るもんなんだなと思って、あ、家族はもちろん知ってました。家族以外は言ってなかったかな。うん、でダメだったらさすがに言うんですけど、ダメではないことは知ってたので、そうリアルでしょ。そう、あ、でも友達も言ってなかったんですよ。あ、友達も LINE ニュース見たよみたいなで連絡来ました。先生オーディションの表で見てたよ。いやいや、見てたら言うよ。だ、見てたら言うよ。リアルだよね、びっくりした、今でも覚えてる。先生やっぱ分からない。いや本当に、でも知らな、本当にたまたま見たのかな、分かんないけど、そう、なんかあれ見たことあるみたいな感じになったらしいです。この多分写真、載ってる写真を見て、で多分名前も載っててみたいな感じかな。
やもうオーディションの結果出てからもう将来のことは動こうって思ってました。だから受験とかなんか推薦とかいろいろあるじゃないですか。それも何も考えてなかったとりあえずこれが終わってから考えようって思ってたから。そう、こんばんは試験さん。ごめんなさい、アイス食べちゃった。だいぶ前に1時間前には食べてたかな。食べ終わってましたね。面白いですよね今でも覚えてるもん。でももう言えてね、もうすぐ2年経つけど。写真縮小しました。自分でしたかな縮小。そうです。人生一度きりって言葉が一番好きです。縮小？縮小？縮小？オーディション受けてました。全然全然受けてました。初めてで合格とかじゃ全然ない。スクリーンショットスクリーンショットっていうかな、これからスクリーンショットタイムスクリーンショットタイムしますねって、これから言います。じゃあ聞いたことないよスクリーンショットタイムします。コンビニエンスストア、確かにそれと同じか。略語禁止配信、なるほどね、なるほどね、楽しそう。あーシャメか、シャメ、シャメ取ろうはさすがにはないかな。あそっか、アイスもダメだね、アイスクリームって言わなきゃ。写真撮ろうですね今それ何も言えないじゃん、それなるほどねみたいな。どんだけん、それなってさ、何の言い方っけ、それそれな、んそれな、
それなんてそのままか。プリクラ、プリントクラブか。あ、そっか。いや、気が向いたら気が向いたら略語禁止配信をしようかな。よし、じゃあ16分15分過ぎたので今日はそろそろ終わりたいと思います。皆さん長い配信見てくださってありがとうございました。いらないつもりだ、バレましたね。お疲れありがとうございます。じゃあランキングを読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。あ、この花火大会仕様も終わっちゃうんですね。悲しいけど、ありがとうございました。いつもピースしかしないですよ。もない。アイス食べちゃったからな。アイスの箱でいっか。汚い汚い。抹茶汚い。こっち側見せとこ。抹茶汚い、抹茶汚い。はい、オッケー。はい、じゃあ。次いつやるかわかんないんですけど、またやるとき、まあ、ゲリラになっちゃうかもしれないけど、まあ、フォローしてて待っててください。めっちゃ汚いの、本当にめっちゃ汚かった。じゃあ皆さん、また今度、皆さんも体調に気をつけてくださいね。うん、体調に気をつけて、明日も頑張りましょう。あ、そう、ブログ、みんな質問コーナーやったのでちょっと見てほしいです。レンボスター、ありがとうございます。あの質問もいっぱいありがとうございました。ちょっとランダムで答えさせていただきました。じゃあ皆さん、おやすみなさーい。バイバーイ。絶対にブログを見てから寝てください。バイバーイ。ありがとうございました。楽しかったです。バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。また明日。バイバイ。